ダンプの天使してる古澤美久です。よろしくお願いします。今日はですね、妹の誕生日プレゼントを買いに行こうと思っているんですけど、ちょっと仕事終わったんでね、どんだけ仕事終わるの早いんだよっていう。朝早いけど終わるのは早いんですよね、ダンプは。ということでね、ちょっとプレゼントを買いに行こうと思ってるんだけど、ごめんなさい、ちょっとギュップが思ってるんですよ。だけどね、マジで思い浮かばないんだよね。どうしよう、とりあえず、ごめんなさい、コーラ飲みすぎた。とりあえずいつも行ってるショッピングモールに、まあ、ふらっとちょっと行ってみようかなとは思ってて、で軽く何が欲しいのって聞いたんですね。そしたら、まあ美容系か仕事で寒くないなんかウェアっていうか、まあ、作業着みたいなズボンみたいなのが欲しいって言ってたんですけど、うちの妹、あのピタピタな、私が履いてるデニムのやつが絶対好きじゃないし、どうしようと思って美容系にしようかな。マジわかんない。あー、もうとりあえず向かわないとやばい。もうあっという間にさ、最近もう日がさ暗くなるの早いからさ、急いで行かないとさ、本当にパワーバランス取れないから何がって感じだけど、なんで急いで行こうと思うんですけど、あ、お腹すいた、普通にお腹空いた。あとね、めっちゃね、眠い、めっちゃ眠いんですね。どうしよう、ガチ悩む。てかさ、毎年あげてるからさ、でも去年は私もらっちゃったのね。体調悪かったからさ動画撮れなかったんだけど、美容系のやつもらってるわけよ。だからちょっと美容返ししたいところなんだけど、うちの妹がさ今ダイエットしてるからさ、ダイエットに効く系もありっちゃありだよね。なんかないかな、マジなんかないかな。なんかダイエット器具、デート、でもどうせやんねえだろうな。リナは運動しないよ。うん、食って寝てのあれで、どうしよう。ということでね、まあ、向かって行こうと思います。え、マジどうしよう。ああ、てか見て、あれ見えない、ヘルペス全然治んないんですけど、マジでヘルペス治んないんですけど、マジさ結構バット入ってる、太っていくし冬だからかな、うん、砂ぼこり今日すごいし、あったかくて眠いし、何にもアイディア思い浮かばないって話なんだよね。でもさ、妹がさ結婚したんだよね、昨日だか一昨日だかその前だか。誕生日の日にね入籍したからさ、そう、あーもう悩むとりあえずチョコレート食べて考えます。はい、今妹の誕生日プレゼント買いに来てます。マジで何がいいかさわかんないんだけど、とりあえず今電気屋さん来ました。探していきたいと思います。違うの、どうしよう、マジ悩む、ずっと考えてるんですけど全然思い浮かびません。はい、ありがとうございます。買いました。
急いで帰りたいと思います。大丈夫かな、まだいる？ウサギもさ、散歩行ってないかな。急ぎます。やばい、めっちゃおしっこ行きたい。おしっこ、おしっこ、おしっこ行きて、おしっこ行きて。死ぬ。急いで向かいたいと思います。シャコ喜ぶな絶対。マジ出していいお姉ちゃん、感謝してくれマジで。日曜日の上映、あ、いいじゃん。そうそうそう、そういうこと。わかった。はい、ということでりなちゃんに来てもらいました。すっぴんで、まださ、まだ化粧してるから目の周り黒いじゃん。確かに見て、めっちゃ何にもない。でも私もここヘルペスある。それヘルペス、ヘルペスって言われた。疲れが溜まってるんですねって言われた。うん、私疲れてるみたい。なんないね、なんない、最悪。あ、みんなね、なんとりなちゃんに、じゃあ誕生日おめでとう。 ありがとう。ネギシさんセット、ネギシさんセット、あ、ネギシさん、ありがとう。ネギシさんと、ネギシさんからも、あの、ネギシさんからも入ってんの。ネギシさんがこのなんかちょっとおまけつけてくれていっぱい。しネギシ、すごい雑にこれも入れちゃえ、これも入れちゃえって、これ何言ったの。言ったの、誕生日でって、誕生日でっつって、結婚もしたんですよっつったら、これもつけて、これもつけちゃえって言ってた。なんだかわかんないけどとか言ってた。で、なんかこれはネギシさんが、りなちゃん高くて買えないんじゃないっつって、うん、え、これあれ美容液じゃない、これ美容液、そうそう、買ったよ。買っちゃったの。え、私発売する前に予約して買ったんから、まだ使ってないな。え、まだ、え、9月に買ったでしょだって、うん、使ってないな結局。あ、でも試供品も消耗してるから。あ、試供品から使ってんの。そう、今試供品から使ってんの。ネギシさん、こいつは使ってなかったらしいですよ。使ったと思ってたよ。あ、でも自分では買ってない。あ、すごい。タンプレで、タンプレっていうかクリスマスプレゼント系で、はいはい、あいつに買ってもらったの、旦那に。ネギさん、あの、使ってないだけであるらしいですよ。ああ、ありがとうございます。ネギさん、ネギさん、ないと思って、高くて自分で買わないじゃないかなって、これがいいんじゃないって言ってたんだけど。確かに、自分じゃ買わない。おお、何これ。それは、ネギさん、このポーズ。ネギさん。いや、お姉ちゃんが選んでるのないじゃん。全部ネギシさんじゃん。ネギさんにどれがいいと思う。あの人面白いよね。いつもありがとうございます。え、これもネギシさんチョイス？え、どれ？これいつも私が使ってるやつ？これは毎月買ってるって言ってた。これは毎月買ってるって言ってた。さすが、さすが、分かってる。てかネギシさん店長だったんだ。あ、そうだよ。知らなかった。私も知らなかった。だよね。面白いね。可愛くねとか言って、これ。え、すごい。でもこういうのくれるのすごいね。すごくない？なかなかあげられないわよって言ってた。え、なにこれ？お姉ちゃんが買ったんでしょ？そうだよ。ネギシさんが靴にくれたんだと思った。違う、全部私が。ネギシさんが選んでお姉ちゃんに買わせたの、ね。そうそうそう。この細かいのとか、こういうのとかは、あ、くれたのね。沖縄とか行くって言ったら、うん、これも必要なんじゃない？これも必要なんじゃない？面白いな。これなんだ？ミニボトルか。美容液の。そう。で、これは、あの、なんか使った方がいいって、もとにかく早く。じゃあリナちゃんにお手紙を書いてきました。お手紙破ったし、そういうのさ、そうでしょ、なんかあれじゃん、聞いてください。音楽いい感じにしてさ、いい感じにするから。あ、なんかあ、流すんじゃない、流さないで、著作権が。何、著作権、 YouTube。 あー、 YouTube、 これ、そう、 YouTube、 このすっぴんで、そう、すっぴんで、アイちゃんも載せたから。うちもなんかどうにかしてこう化粧してる風に。無理無理、それできない、 TikTok じゃないから。てか私も超撮ってる。いや、やばい。いくよ、見て。りなちゃんへ、お誕生日おめでとう。あ、あと結婚もおめでとうね。本当はいろいろしてあげたいけど、今は旦那さんがいるから、余計なことはせず見守ろうと思います。結婚式、めっちゃ楽しみじゃない？ちゃんと痩せてね。これ本当重要だから、ドレス入んなくなるとお金取られるから、サイズ変更でお金かかるから。本当に太んないでください。
多分あと7キロぐらい痩せるんでしょ。本当に体重の変化だけは気をつけてください。わかりましたか。じゃなかったらあの例の約束は発動しません。しっかり綺麗な姿を見せてね。今までのこと思い出すと小学校の時に意地悪してごめんね。後ろになんかいる、逃げてとか可愛くて反応すごいいじめてたけど、でもきっと小さい時はお姉ちゃんのこと嫌いだったでしょ、うん、私は好きだったけどね。大人になってからいろんなところ行ってたくさん連れ回したし、テレビも悲しくなってきて、見て涙が悲しくなってきた。何が悲しくなってきた。いじめた時はいじめたけど、どこまで読んだっけ。あ、ちっちゃい時はいじめてたけど、ちっちゃいいじめてたけど、いろんなとこ大人になってから行ったね、うん、たくさん釣れました。そしてテレビにもいっぱいいっぱい出したね。本当は沖縄も海外も連れて行ってあげたかったけど、何かしら理由をつけられて行けなかったけど、あれ何、本当何なの。リナは余計なこと言わなければうまく結婚生活やっていけるよ。頑張ってね。お幸せに。なんか最後なんか愚痴が入ってたね。沖縄あの理由何。沖縄いっぱい誘ったのに来ないから。なんでかなと思って、あ、花嫁のあのメッセージ、あのすごいあの手紙を書きました。花嫁のメッセージ。うん、結婚式の手紙。え、これ？うん、みたいな感じ。ああ、そういうことね。そう。なるほどね。私だけ感動して、え、リナは普通に聞いてるっていう。なんかちょっとなんか出てきたんだけど、何？これのカス。ねえ、すごい。悲しい。これを見せた、見せた方がいい。この汚さ。何これ？悲しい。悲しい。ネギさん、渡しましたよ。なんでネギさん、いやただネギさんが出てくる。なんかネギさんにあげる動画なの。違う、ネギさん見てるかな。見てないだろ。見てない。え、これ何のする動画。誕生日にプレゼントあげてみた。めっちゃ化粧してるやん。めっちゃ取れちゃったから。めっちゃ化粧してるやん。そう、ちょっと涙で取れちゃったから。あの、結婚して楽しい結婚生活を送ってるっていうことで、大変だよね。何も大変ね。まだ大変じゃないでしょ。まあまあでも結局なんだろう、楽しみは楽しみだったんだけど、なんだろう、キャハハ幸せルンルンみたいなのはない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 。ママもなかったらしい。うん、やっぱないよね。だろ、わかんない。まさかない。しょっちゅうあってたからじゃない。え、でも1ヶ月に1回だよ。うん、確かに。なんでだろう、ね、普通のカップルは1ヶ月にね、2、3回ぐらい会うわけでしょ。それでは少ないけどね。え、少ない少ない。普通はさ、毎週毎週会ってるじゃん。え、やだー。だから私もやだー。やだー。なんで一緒にいなきゃいけないの。でも月1でよくない、正直。あ、月、マジ月1でちょうどいい、ちょうどいい。だから本当に付き合ってる人は毎日会う必要ないと思う。ないと思います。ね、月1だよね。逆に月1だからこそ、楽しみと、なんか喧嘩の減り具合と、あとさ、綺麗でいいよっていうさ、そう、会った時にさ、そう、喜びとね。毎日でってなるとさ、あ、そう、なんか、なんか、だるくなる。そう、なんか、なんで化粧とかもめんどくさいし、なんか、そうそうそう、なんか行くところもそう、な、尽きてくる、もうなくなるしね。そう、だから家でダラダラになってくるし、そう、どこ行こっかみたいな。じゃない、ね、でも何年だっけ付き合って。付き合ったのはもう今3年。あ、やっぱ私会ってた。適当に言ったんだよ、根岸さんに。どれくらい付き合ってたのって言われたから、3年ぐらいって言ったら、あーとか言って、え、沖縄いつの行くのって言ったから、9月ぐらいじゃないですかって言ったの、うん、しっかりしてんねって、ちゃんと計画立ててんだって。今はちょっと頑張ってね、そう、感触をとりあえずしてない。うん、それだけか。まあとりあえずもうお菓子とか、うん、なんか酒飲んだ後とかに
なんかつまみ、ラーメンとかすごい食べまくってたから、うん、とりあえず今はそれをなくした。え、でも私分かった。でも私とリナはだいたい夏になると痩せていくの。あ、そう、冬は、冬はやばいよね。もけもけしてる。そう、だから夏ちょうど式の予定じゃん、だいたい。そうだね。だからちょうどいいかなって。あ、見られてることに意識しだすかなって思うんだよね。あ、てかなんか夏だから痩せないとみたいな。そうそう、海に行きたいしね。あ、そうそう、そういうのもある。あ、リュッピー。リュウだ。リュッピーだ。